フラーン。はい、毎度お越しやすフララン。本日はね、炭のことについてちょっと解説してみたいと思います。突然なんですが、皆さん炭の色って何色でしょう？黒ってね、言う方たくさんいると思うんですけど、ププーです。厳密に言えばね、黒は黒でもね、少し炭の種類によって違うということを今日はお伝えしてみようと思います。じゃあとりあえずちょっと吸ってみましょうか。はい、ここに2つの炭があります。こっちはね、小煙墨、こっちが油煙墨と言いますね。何が違うかというと原料が違います。炭ってね、イカ炭とか固めて作られてると思われてる方もおるんですけど、実は違って、植物をね、主に燃やしたすすを三河で固めたものなんですね。練り固めてあるんですよ、これ。で、その燃やした原料によって取れるすすが違うんですね。この小煙墨というのは、よで、よんで字のごとく、松を燃やしたね、すすを使ってあります。で、油煙墨っていうのは主に菜種とかね、ごまとか、そういうものを燃やして得たすすが出てきたのが油煙墨です。どうやって見分けるかというと、まあ油煙墨、小煙墨って書いてるものもあるんですけど、これ書いてないですね。どうやって見分けるかというと、すり口を見分けます。わかりますかね、この違い。こっちはテカテカしてますよね。で、こっちはマットな感じですね。小煙墨というのはすごく粒子が粗いので、すり口が、艶がありません。でも油煙墨っていうのはすごい微粒子なので、すり口に艶があります。そしてね、まあ、見た目では見分けることができます。で、これを吸ったらね、どうなるかというと、油煙墨は少し茶色みを帯びて、小煙墨は少し青みがかってると言われてます。まあ、茶色、青っていう感じじゃないんですけど、やや茶色かな、青かな、みたいな感じでね。黒は黒なんですけどね。そのことから小煙墨を青墨、油煙墨を砂墨と呼びますね。じゃあちょっと実際この2種類を吸って、どんなのか見ていただきたいと思います。違いをね。はい、今回の炭はどちらも日本製なのでね、すずりも日本製のものを使います。こちらが天畑石、こちらが若田石ですね。どちらも日本の誇る素晴らしいすずりです。まあ、すずりといえば丹径っていうね、頭があると思うんですけど、日本の炭には日本のすずりがやっぱり合うとされてますね。じゃあ、青墨をこっちで吸いますね。この音をね、最近なんか音フェチのためにさ、なんかポテトチップス食べてる音やの、なんか、リンゴかじってる音やのをね、撮った動画が人気らしいですけど、あれなんて言うんだっけ ?MSS なんちゃらみたいなね。なんだっけな。ちょっとね、今回はマイクを近づけて音をね、聞いてもらいたいと思います。いきますよ。どうですか、このね、なんとも言えん音。これはいいすずりといい炭を使ってると、なんか滑らかなね、音がするんですよね。僕の声うるさい、邪魔。はい、吸っててね、このすずりの面が見えるようになってきたので、そろそろこれは終わりです。じゃあこっちね、若大使の方。どっちも麻木がいいですよね。これもっと聞かしてみましょうか。油煙墨はあんまりね、こう、音しませんよね。なんか、シュワッ、シュワッっていう音がさっきしたと思うんですけど、この油煙墨の方はね、粒子が滑らかなためか、そんなに荒々しい音はしませんよね。僕の声うるさい、邪魔。はい、こんな感じでした。はいはい、では、小煙墨と油煙墨。こちらが小煙墨、こっちが油煙墨ですね。わかりやすいように隣に置いておきましょうか。じゃあ、まずはね、小煙墨と油煙墨を水に溶かした色を見てみましょう。炭のね、色というのは、淡墨、薄めた炭にした時に、よりね、わかりやすくなります。じゃあ、いきますよ。まず、小煙墨から薄めてみます。どうですかね。ちょっと濃いすぎたな、これ。はい、これが小煙墨を薄めたものです。
はい、続いて油煙墨を染めてみますね。ちょっと少なめにとって、よいしょ。まあね、この段階ではちょっと難しいよね、見極めるのはね。なんとなくこっちが茶色みがかってて、こっちが青みがかってんの、動画でわかるかな、わからへんな、これ書いたらね、ちょっとわかりやすいと思います。じゃあまず小煙墨の方から書いていきます。はい、これが小煙墨ですね。はい、次は油煙墨を書いていきます。さあ、いかがですかね。こちらが松を燃やして取ったすすで練られた小煙墨、こちらが菜種油を燃やして取って作られた油煙墨です。なんとなくなんですけど、わかりますか。少し青みがかってて、少し茶色みがかってますよね。動画ではちょっとわからないかもしれない。これぐらいのね、微細な違いなんですけれども、墨というのは色味が実は違ってきます。で、作家によってね、好みも分かれるところなんですが、じゃあこのね、油煙墨と小煙墨、どうじゃ小とか絵に使い分けるねんっていうのは、好みはもちろんそうなんですけど、ちょっと今から水墨画の作例を書いてみて、どういう時にどういう表現色の墨が合うかどうかをね、見ていただきたいと思います。じゃあまずですね、小煙墨で竹を書いてみますね。まあね、どんな表現でそのものをね、表すかって、それぞれ画家によっても違うことやと思うんですけれども、例えばこういう竹とか青々としたものとか、すがすがしいイメージを受けるものは小煙墨で描いた方が、僕はですけど好きですね。はい、どうですかね。なんとなく青みを感じて、竹のすがすがしい若竹のイメージが、小煙墨の方が表しやすいかなと僕は思いますね。じゃあ次はね、茶色みを帯びた油煙墨の表現をしてみたいと思います。やっぱこう、茶色っていうと、皆さんどうですか？なんかこう、ノスタルジックとか、あとなんか懐かしい感じを受けたりしません？どうですか？なんかこう、ちょっと茶色みを帯びてんの分かりますかね？ちょっとね、即興で申し訳ないんですけど。はい、ちょっと即興で申し訳なかったんですけど、これが油煙墨の表現ですね。ちょっとどうですかね、この竹と比べて少し青みがかっ、いや茶色みがかってんの分かりますかね。分からんよな、これ画像ではな結構実物見るとね、分かると思うんですけど、少しこっちの方が冷たい印象を受けて、こっちはね、茶色なので少し暖かい感じを受けますね。これでやることは、茶色みがかっているとなんか懐かしかったり暖かかったりっていうイメージが湧きやすくなり、青みがかってるとね、なんか朝もやの感じとか、ちょっと涼しかったり、あと若々しい、なんかそういうイメージがね、ありますよね。だから好みでもいいと思うんですけど、その描く対象によっても墨というのは変えておいた方が表現の幅が広がるという話でした。はい、それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。噛んでますけど最後に一つだけ言い忘れてたんですけどね、油煙墨はなんで茶色に見えるかというと、微粒子やからなんですね。
ものすごく、まあ、炭って粒子が粗いんですけど、その中でも油煙墨というのは細かい方です、粒子が。なのでこのようににじみがね、とても繊細で綺麗ですよね。それに対してこの消煙墨の方は粒子がね、粗いんですよ。ものすごく粗いです。だからにじみとかはね、ちょっと粗っぽいんですけど、まあ、これはこれでまた味になってたり、あと荒々しい表現に向いてますよね、青墨、消煙墨は。僕はね、結構消煙墨の方を好んで使ってるんですけどね。これからね、炭にももう少し興味を深めて、理解を深めて、書くものによって変えてみたりしてね、楽しんでみてはいかがでしょうか。それでは、本日も最後までご覧いただきありがとうございます。もう本当にね、最近コメントとか、いただけることが本当に嬉しいです。もう皆様に本当に感謝をしています。ありがとうございます。それではまたお越しやすー。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつもね、グダグダながら見てくださる皆様のおかげで頑張って配信を続けております。それではまたお越しやすー。